茶道で大切にしていることはおもてなしの心なんですが、お客様におもてなしの心で接するというところを学んだかなと思っています。また日々の忙しい中でなかなか落ち着いて座って自分の心と向き合うことっていうのが少ないので、そういうところが成長できたところだなと思っています。茶道はやったことがない人からしたらとても堅苦しくて難しいもののように感じるかもしれないんですが、日々の稽古の中で少しずつ身につけていくことができるものなので、自分の心と向き合うという意味でもぜひ挑戦してほしいなと思います。